この取引所に保持してあるビットコインをこっちのウォレットに送信してみます。一般にこっちの取引所の方に大金を置きっぱなしにしておくと危険だよっていう話なんで今所詮この程度なんで別に安全のためにウォレットに入れとくっていうほどのものではないんですけどもどういう手順になるのか確認しておきたい。まずここで入出金の ボタンを、C、の出勤ですねここで出勤アドレスと出勤金額と出勤手数料を入れるとでこの出勤アドレスっていうのは何かっていうとオレットのこれですね普通はこの QR コードを読ませるんですけどこのウェブ画面では出勤アドレスこ,これを入れないといけないんだよね出勤アドレスを入れてで出勤金額今回1000円にしましょうあ千1000円じゃないんだ えっとこれ BTC で指定しなきゃいけないんだね今だいたい1,000円が BTC だと0.0070だということなのでここに0.007を入れておくとで出勤手数料なんですけどここに書いてある通り設定しないと一律 0.002BTC 日本円でいくらかっていうと28.6円ぐらいですということですね安いもんですね ということで、とりあえずここは空白のままで、それで出金を押せばいいと。ちなみに、送信をするとどうなるかっていうと、ここの履歴が今、ここに1件だけの載ってますけど、ここにもう1件追加されの、こっちに1000円送信されるので、今、こっちのモレットに1142円入ってるんですけど、これにプラス1000円ぐらいが加わるはずですと。出金 さあ、どうなるんでしょう。こっちが、こっちの動きがないね。こっちの動きがまだないんだけど、と、トランザクションが追加されたね。こういうふうにね。出勤準備中。お、なんか来たぞ。レシーブド。1004円レシーブドしたと。こっちもなんか来たね。トランザクションが決まったよと。 で、合計2146円になりましたと。こういうふうになってますね、えー。アンベリファイドってなってるんだね。ということはまだ、その、なんちゅうの、マイニング中っていう意味なのかな。まあ、だから結局、10分ぐらいかかるっていう話なんでしょうね。もうちょっと待てば、これがレシーブドになるはずですと。で、ちなみに、こっちの保有資産の方を見ると、約1000円減ってますね。 まあということでこっちからこっちへの送信ができましたということですね。